さあ、では今日からみんなの授業を担当させていただくことになったふみって言います。みんなよろしくね。じゃあみんな早速授業始めていこう。さあ、ここで俺に課されたミッションは一つ、どうやって授業時間を短くするか。さあ、まずはこの質問からだ。先生、何歳ですか？どうだ、大体の教師はなぜか明確に年齢を言いたがらない。ここで何歳に見えるなどの会話が広がり、予想大会が始まるため、確実に授業時間が3分は縮まる。27だよ。何？こいつ平気で年齢を言うタイプか。クソ、1秒しか潰れなかった。こうなったらあの質問をするしかない。先生、彼女はいるんですか？さあ、どう出る？見た感じ悪くてファッションセンスも悪くない。おそらく彼女はいるだろう。しかしこの質問は彼女がいる場合もいると答えづらい。かといって実際いるのにいないというのも職に触るため、いないとも言えないものだ。したがってまた、いると思うという会話になり、予想大会が始まる。こうなればクラスも盛り上がり、5分の授業時間喪失が見込める。いない。バカめ、そんな質問で俺の授業時間を短くしようとしてるのは目に見えている。気分はどうだ？お前が短縮できたのはいないの3文字分、たったの1秒だ。そして当然ながら俺に彼女などいない。何？こいつ彼女がいないことが尺に触らないタイプだと？そんなバカな。クソ、このままだと基本的に俺の質問は1秒でかわされてしまう。こうなったらもうあの手しかない。奥義、体調不良で倒れる。